ユアンヤン火鍋。円王とは、おしどりのことで、鍋を二つに仕切り中むつまじい様を表す。中央を大局の温量に見立てて仕切った、ユアンヤン火鍋重慶火鍋しゃぶしゃぶの原型とされる、羊肉火鍋は、鍋料理を意味する中国語。このコーデは、特に中国の鍋料理について解説する。中華風の鍋料理は、中国大陸に限らず、香港、マカオ、 台湾、シンガポール、マレーシアなどの華僑、華人社会でも食される。その他、日本やアメリカ合衆国など世界各地の中華街や、火鍋専門店などの中華料理店においても提供されている。火鍋の起源は、内モンゴルの洋肉料理として発祥したものであるとか、時期口の船乗りが牛、豚の内臓に食塩や山椒を振りかけて完成したことにより、 広まった、重慶火鍋、四川火鍋などの名称で、火鍋料理が知られるように、中国四川省を発祥としているとも言われるが、はっきりとは分かっていない。鍋の由来も、中国の陰、または、州の頃に国王が金絵を作り、火で煮て食べたのが、鍋のひな型であるとか、関西の軍中の用具であった、ートを火鍋の始まりだとするものなどがある。火鍋は東大に普及し、 元の時代の群中の食事や秋尾や真の時代には羊肉が具材に見られ、新潮の県立帝の時代には火鍋は満貫全席で最高潮に達した。現代の中華料理店や火鍋専門店で提供される火鍋は金属製の丸鍋を使うもののほか、中央を大極の温妙に見立てて仕切った金属製の丸鍋の中に左右と呼ばれる白濁のスープと 唐辛子や山椒など調味料をたくさん入れた辛い味付けのくれない湯の朝からスープの2種類を別々に入れて煮立て、好みの食材を好みのスープに入れて煮て食べるユアミアン火鍋と呼ばれる形式も多く見受けられる。また、ラム肉をメインにした火鍋料理は2010年代中国の至る都市で目にすることができる。火鍋は日本において中国のしゃぶしゃぶと呼ばれることもあるが、むしろ 北京の火鍋の一つ、シュワンヤンロウが京都に伝来し、日本のしゃぶしゃぶのルーツになったとも言われる。なお火鍋は、関東省など地域によっては、ダ・ロウ・ダヘンロという別名も持つ。マレーシアでは、中国料理店で食べる火鍋をスチームボートと呼び、日本人などの観光客にも人気がある。火鍋は、中国全土に見られ、その種類は多く、 使用される食材や味付けも様々である。代表的なものに次の火鍋がある。このほか香港やマカオで食される火鍋、台湾の火鍋もある。また朝から味と呼ばれる辛味をベースにした火鍋は特に、朝から火鍋と呼ばれ、中国四川省や台湾の火鍋にバリエーションを見ることができる。中国では、発熱剤とセットになった一人用インスタント火鍋も開発。 販売されている。外食産業では回転寿司のシステムを応用した回転火鍋と呼ばれる業態も存在し、中国などで人気を博しているほか、日本にも上陸している。ありがとうございます。